はようございます。食堂朝ごはんの中井えりかです。今日は卵を使った朝ごはんの献立を紹介しようと思います。朝はなかなか料理する時間がないと思いますが、作り置きを活用して忙しい朝でも簡単に栄養が取れるようなメニューを紹介しようと思います。今日は久しぶりに卵かけご飯を食べようと思います。ひとまずご飯を炊いておきます。ご飯は2合炊きます。今日使う食材を準備しておきます。野菜は最初に使う分だけ洗っておくと作業が楽です。そしたらお味噌汁を作ります。今日はキャベツと人参とちくわのお味噌汁を作ろうと思います。キャベツは食べやすい大きさに切ります。人参は皮付きのまま短冊切りです。ちくわは斜めに薄切りします。お味噌汁には油揚げとかお豆腐を入れがちだと思うんですけど、ちくわも食べ応えがあって適度に汁に旨味も出るのでとってもおすすめです。次にしめじも加えます。いつもこのしめじが2株入ってるのを安いのでよく買うんですけど、1回では使い切れないので余った分は冷凍で保存してます。きのこは水分が多くて日持ちしないので、 2,3 日で使い切れなさそうな時は冷凍保存しておくのがおすすめです。それから今日は久しぶりに豆腐のステーキを作ろうと思います。この豆腐ステーキは豆腐だけでもとっても満足感のあるメニューなので、ダイエット中にもとってもおすすめです。まずキッチンペーパーで包んで電子レンジで加熱します。加熱時間は1丁でだいたい1分半が目安です。そして水切りしたら全体に片栗粉をまぶします。フライパンにサラダ油をひいて、片栗粉をまぶした豆腐を並べて焼きます。火加減は中火です。焼いてる間に副菜のトマトも切っちゃいます。トマトは食べやすいように小さく切ります。お豆腐は片面が焼けたらひっくり返して両面に焼き色をつけます。できれば側面にも焼いた方が崩れにくくなっていいんですけど、難しそうならやらなくても大丈夫です。トマトは今日はめかぶで和えます。海藻類は水溶性の食物繊維が取れるので、なるべく食べるようにしてます。水溶性の食物繊維は血糖値の上昇を抑えたり腸内環境を良くするのに役立ちます。お豆腐の方はいい感じに焼けてきたなぁと思ったら調味料を加えます。このままタレを煮詰めてとろみが出てきたら完成です。
そうしたらご飯が炊けたので、あとは今日の主役の卵かけご飯を作って完成です。卵かけご飯にはこの作り置きしておいたアボカドのピリ辛漬けも一緒に乗せようと思います。アボカドのピリ辛漬けは簡単にできて美味しいし、ご飯に最高に合うのでぜひやってみてほしいです。作り方は、アボカドはまずぐるっと一周包丁で切り込みを入れて半分に割ります。そして種と皮を取ります。1センチ角に切ります。ボウルに調味料を混ぜ合わせます。コチュジャン小さじ2、醤油小さじ2、砂糖小さじ1、酢小さじ1、ごま油小さじ1、白いりごま大さじ1です。コチュジャンとごま油でちょっと韓国風な味付けです。アボカドを加えて混ぜて、ごまも振って混ぜたら出来上がりです。アボカドにはオレイン酸などの不飽和脂肪酸が豊富で、血中コレステロールを減らす働きがあると言われてます。意外に食物繊維が豊富なのも特徴です。だいたい冷蔵庫で 2,3 日が保存の目安です。卵かけご飯に使う卵はやっぱり美味しい卵がいいなって思うんですが、今日はこの茜美人という卵を使おうと思います。茜美人はヨドナー光でおなじみの日本農産工業さんの卵です。餌からこだわっている卵ということで、味にコクがありつつ黄身の色もとても鮮やかで食欲をそそる卵なんです。そんなわけで朝ごはんが出来上がりました。卵かけご飯は忙しい朝にも手軽に栄養が取れて、朝ごはんにぴったりのメニューだと思います。今日みたいに一緒にアボカドを組み合わせると、不足しやすい食物繊維も一緒に取れておすすめです。朝に食べたこの茜美人がとっても美味しかったので、今度は煮卵にしてみようかなと思います。黄身がとろっとするぐらいの半熟にしたいので、熱湯で6分半茹でます。茹でたら冷たい水につけて冷やしておきます。ネギは好きなだけ刻んで、保存容器に調味料を混ぜます。醤油大さじ3、水大さじ3、砂糖大さじ2、酢大さじ1、白いりごま大さじ1、ごま油大さじ1です。
そこにネギも加えて混ぜ合わせます。茹でた卵の殻を剥いて加えます。卵はよく冷やしておくと殻が剥きやすくなります。タレがしっかり浸るように卵がぴったり入るぐらいの大きさの保存容器がおすすめです。ポリ袋を使っても OK です。今日の朝ごはんは昨日の煮卵がいい感じになってると思うので、それを食べようと思います。とりあえずまずはお味噌汁を作ります。今日は大根と人参で定番な組み合わせのお味噌汁にしようかなと思います。人参は半月切り、大根は一丁切りにします。鍋に入れてだし汁を注いだら酒粕も加えます。キャベツもまだたくさん残ってるので使わないといけないです。厚揚げを買ってあるのでそれとキャベツで煮物を作ろうと思います。鍋に水とキャベツを入れて塩麹も入れて火にかけます。厚揚げは熱湯を回しかけて油抜きをしておきます。包丁で食べやすい大きさに切ってさっきの鍋に入れます。厚揚げだけだとちょっと量が足りない気がするのでサバ缶も入れようと思います。おろし生姜も一緒に入れるとサバの臭みが抑えられて体も温まって一石二鳥です。あとは 7,8 分煮るだけなんですけど、その間に副菜を作ります。椎茸3枚は石突きを取って薄切りにします。軸の部分は手で裂いておくと食べやすいです。えのきは 1/2 パックを3等分に切ります。キノコは全部耐熱容器に入れます。そこに醤油大さじ1、みりん大さじ1、輪切り唐辛子小さじ1を入れてラップをして電子レンジで4分加熱します。レンジの加熱が終わったらさっと混ぜて削り節も加えて混ぜます。昨日の煮卵はご飯にのっけて食べようと思います。卵と一緒にネギダレもスプーンですくってかけるととっても美味しいです。作り置きしとけば時間がない時にも手軽に食べられるのでとってもおすすめです。
黄身の色が鮮やかな茜美人が食欲もそそり、栄養満点の朝ごはんになりました。